これはウェディングドレスで、既製品をお買い求めになったお客様のものを、今からお直しします。そしてこういう特にこう肩のないものはこういうバスト周りがきちんとしていないと全体にこのドレスがフィットしなくて落ちてくるんですね。そのために一回仮縫いしました。そうするとサイズよりも体型が合わないという状態になってましたので、まず一回ここの辺の中心部分とここのバストの真下、ここをちょっと今ピンで取ってみました。そしてここの胸の膨らみをこの切る人にフィットしないことにはこのドレスの本体の綺麗さが出ないので、1回目の仮縫いという形でこの浮き分ですね、これを今ピンでつまんできた分を今これから中に押し込むような形でお直しをしていきます。そしてそれからもうちょっとフィットして次の仮縫いという段階を踏んで徐々にお直しをしていきます。